ようこそ小石田クッキングスタジオへ。小さな石田純一、小石田純一です。トレンディス、本日はクッキングですね。書いてありますね。はい、文字通りクッキング会でございます。はい、今日作る料理はですね、何でしょう。先日大宮アルディージャさんのクラブハウスのオープンデーに行ったじゃないですか。はい、そこでうどん食べましたよね。はいはいはい、はい、沖縄の里さんのうどん、はい、でオレンジマン神田さん、はい、社長、おもろいおっちゃんですね。はい、そうです、そうです、おもろい、オレンジ色着たセーター着た、はい、方からです。なんとうどんいただきました。あら、あの美味しいうどんが、あの美味しいうどんをいただいたんです。ほら、はい、しかもほら、肉汁うどんでしょ。はい、あれ食べたやつですね、はい、ベーシックやつ、はい、さらには新発売された冷や汁うどん、はい、そんな大喜利の出し方みたいなこれで僕好きなんすよねちょっとあの腕をあのくるってやってこうやって出すやつやってください。これですね。あともう一つ、はい、肉汁うどんカレー味じゃあ大喜利の出し方しない、一本グランプリじゃないから、はい、面白いワードじゃないか。確か徐々にアレンジ聞いてね、そうですね、大喜利っぽくなってきました。あと多分一生出れないんでやってみたいですね。確かに一本まあ一本取れるぐらい美味しいと思いますので。あら、美味しそう。でこれで、ね、賞味期限がね、はい、9月までなんですよ。ああ、はい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 、だから毎月1回うどん作る動画が撮れますねあと2回も。いやもうあれですね、はい、そのエプロンですか、うん、いや沖縄の里さんって入れましょう。スポンサーどんどん増えてね、スポンサーでお願いします。やっぱり冷やしルードンとかね、夏、はい、もっと暑くなってきてからとかもね、美味しそうですか。なんかキュウリとかもね、入れて、あ、そうですよ、入れるやつですもんね。確かに、はい、じゃあキュウリ、ね、育てますから、はい、ちょうどいいじゃないですか、はい、冷やしルードンさん、冷やしルードンさんで、カレーもね、はい、じゃがいもが取れたりとかして、あ、そうです、どんどんアレンジレシピが効きますね、うちは、はい、で肉汁うどんは何を入れるんですか。ネギです。なるほど、はい、取れたての、本当うちはネギ、ああそうでしたね、はい、畑取れたて、あれこれやりませんでしたっけ以前ね、はい、この小石田 J チャンネルの結構初期の頃に肉汁うどんは作ってるんですよ。そうですよね、はい、あれね、動画見てびっくりしたんですよ、ちょっと見返して。はいはいはい、具材を入れてたわけです、うん、ネギはね、あ、忘れたっつって取り行ったんですけど、はい、豚肉も入れてたんですよ、はいはい、豚肉僕どういう状態で出したと思います。どういうことですか。下茹でした状態の豚肉があったんですよ。怖い。僕昔はちゃんと準備してたみたいです今日はもうもちろん今さっきねスーパーで来る途中に肉買ってきてるんで。それはあれじゃないですか、もう一重に満身、満身、そうですね、怠惰、本当ね、怠惰っていうかふんぬすごい言葉だ、言葉の意味はよくわからんか、とんでもないことを言われている気がする。ふんぬ、それから多分2年くらい経ったのかな、もう、はい、覚えたのが、はい、このチャンネルは何も準備しない、はい、あ、なるほど、それがポリシーだってことですか。それがふんぬです言葉の意味は分かんないですけど、いや、ふんぬするのはこっちなんです。あ、そうだ、僕じゃないですね、ふんぬね、はい、ふんぬは分からないですけど、今日はね、ふんぬだけは覚えて帰ってください、はい、言葉の意味、一応調べてね、はい、出しますんで、あ、後でふんぬを、はいはい、受験生にも優しい小石田 J チャンネルこんなもん見ながら勉強するやつ落ちるっつうのだから小石田 J チャンネルを見てるやつは全員東大へ行けそんなことより、はい、また長くなって料理作んない。あ、すいません、メカさんならもう一品できてるよ。そうですね大丈夫です、いつまでも料理作ったりとか本題に行かないチャンネルはね、もう慣れてますから私はじゃあ作っていきたいと思います、はい、それじゃあレッツクッキング。どうしようかな何からしようかな、何もできてないし何も思いついてない。まあ豚肉茹でますか。あ、まずネギはまだ持ってこないですね。豚ネギ取ってこようかコロコロ変わんない。え、豚肉はまだ茹でないですか。ゆ、豚肉茹でよう。え、じゃあネギはまだ取ってこないですね。じゃあネギ取ってこよう。はいはいはい、はい、じゃあ豚肉はまだ茹でなくていいですね。え、豚肉茹でよう。ふんぬ
それはフンヌですね。あ、よかった、はい、フンヌの使い方、はい、身をもって分かりました。じゃちょっと豚肉茹でて、はい、お湯取ってきます。いや、用意しとけよ。これ持ってきました。はい、豚肉、細切れって切れてんのかな。切れてないんじゃないですか、細切れつってんのに。細切れっても切れた状態でも、もっとちっちゃく切る。あ、切れてますね。切れてないですよ、逆パターンみたいな。で、こんぐらいで、まあでかくていいか。でも切るか、もうちょっと切った方がいいね。切った方がいいですよ、うん、切った方がいいですよ。どういうこと、切った方がいいですね。長州さんの、長州さんのモノマネ結構しますよね。はい、大好きなんで。あ、もう豚肉も全部入れる必要はないと思うんです、はい、でも豚肉なんて何本入れてもいいですもんね。まあそうですね、味が薄まることはないですからね、うん、でしかもね、もう3人前作っちゃうんで、はい、今日はお家のね、父と母にも食べさせるんで。なるほど、じゃあ入れるか。これさっともう茹でちゃえばいいですからね。はい、さっと茹でるんですか。まあさっていうか、火が通すぐ火通るでしょ。よく火通してもいい。あ、よく火が通したらいいですけど、はい、そんなね。であとまたつゆにでも煮込むっていうかね。あ、なるほどなるほど。温めるときにも入れるんで、はい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 、さっとでもいい気がします。そんなシビアに考えなくて。そもそもですよ、うん、このうどんの食べ方って全国的に馴染みはないんじゃないですか。そうです、肉汁うどんって意外と埼玉とか武蔵野、うん、関東、ね、平野だから結構うどんと今言葉も細切れでしたね。ほら、もういいでしょこれ。まあそんな水戸黄門みたいな言い方しないで、ね、いいでしょ。スケさん、角さん、もういいでしょ。駒さん、ギデさん、もういいでしょ。よくこのチャンネル皆さん見てくれますね。OK、OK、もう大丈夫、はい、これはまあ下茹でですからね。下茹でです、はいはいはい、下茹です、やっぱ仕込み。なるほど、これはちゃんとあの流しで流します。油入ってるんで。もうみんながっかりですよこれ。ごめんな、みんなファンのみんな裏切って、うん、湯切りファンのみんな。あ、でも全然ここで湯切りする、ここで湯切りするのもまあまあ頭おかしいんでいいんじゃないですか。なんでだよ。ちょっと油浮いてるのは嫌です。まあ確かにね、それは嫌ですね。抵抗あります。で次はネギいっとくか。はい、じゃあネギいきます。はい、じゃあ取ってきます。あ、今から。はいはい、じゃあちょっとね、ノークッキングめんどくさい。いちいちね、あ、いいですね。小石田が衣装に着替えたら彼女が水着に着たい、着替えたらみたいにじゃない、噛むけど。サポーテッドバイホイチョイプロダクション。噛んだだ今日ひどいですね。噛んだ数だけ抱きしめて。あ、うまい。今日ね、午前中にね、あのアルディージャの練習場で、はい、女子チームのね練習見に行ってたんですよ、はい、だからね、これ午後も午後で3本目なんでね、はい、3本目ってすごい噛みますよ。あなた1本目から噛んでますよ。そっかそっか、はい、じゃあ取ってきますネギ、はい、レッツ農業。ネギ取ります。結構なんかもうすごいか、やっぱ硬くなってるんですよね、これやるってことは。まあ、1本、はい、いきますよ。ネギ、私が収穫しました。あ、魔法使えそうですね。そうです。チャンネル登録解除しろ。やでだよ。本当にされるぞ。しないでください。別に登録してく分にはただなんでね。お願いします。じゃあ早くね、これで美味しいうどん食べたいと思います、
チャンネル登録できますように。いや、外から一回あれだったんですよ、ネギ坊主が見えたんですよ。あいつ誰か来るぞ。ネギ坊主 見てないことになれ。魔法がやっぱ使えるんですね。そうですね、やっぱこれもう子供向け番組になってて。パクパクパクチーとネギの魔法の小石田さん、はい、そうです、 E テレ目指してるんでね。はい、ちょっとここの部分とかはいカットして、はい、あ、すごいですね、もうほんと取りたてで泥ついてて、泥のついたネギ、はい、泥のついた1万円みたいな。北の国からね。そんなに北でもないですよね、ここ。確かに。北関東でもないし、ね、呼べないぐらいですね。東京から見りゃやや北の国から。やや北の国から。ネギはもうね、慣れたもんですよね、小石田。こすりにこすってますからね。こすってますからね。困った時のネギ頼みみたいな。一年中ある。うん。メカさんにもね、ネギ料理いっぱい作ってもらったかな。あ、そうですね。メカさん、また作ってもらいたいな。肉汁うどん作ってもらいます。どうする、肉汁うどんはさすがに一品で終わるでしょ。わかんないですよ、付け合わせのご飯をみたいな。すげえな、天ぷらとか揚げ出したらすげえけど。あ、いいですね、天ぷら似合いそうですね、あの人ね。あ、もうちょっとネギ坊主はね、切っときます。ネギ坊主咲いてもやっぱり食べるはするんですよ、もちろんね。はい、なんか天ぷらとかしたらそれこそ美味しいらしいですよ、ネギ坊主。あ、ネギ坊主食べるとこあるんですね。ネギ坊主を天ぷらで食べるったりするらしいです。あ、じゃあメカさんに作ってもらいましょう。うん、だ食べたことはやっぱないんで。、はい、メカさんに食わせてみるっていうパターンもあります。まず最初に。OK、 はい、洗います。はい、でしょうね。今取ってきたネギをね、洗っとけよっていうのは酷な話ですよね。そうですよ、もう洗っとけよって言いたいだけの人になっちゃいますかね。そうですね、それは別の話ですからね。それはまた別の話。ネギ切ります。はい、どうやって切ろっかね。ちょっと斜めにする。うん、そのイメージですよね、こういう感じ。はい、ちょっと大きいぐらいがいいよね。鍋の具材のネギって感じですね。そうです、ちょっと硬いっていうか中が詰まりすぎてる。やっぱネギが入ってたところが結構もうあの水道ホースぐらい硬くなってる。まあ時期完全にもう収穫時期を乗り越えたって、あんまいつもはもっと水分トロトロだったじゃないですか。うん、だからあんまりクタクタになるまで煮なくてもよかったですよね。そうっす、この前はね半生くらいがいいですもんね。今回はちょっと煮込んだ方が、そうですね、いいかもしれないですね。この肉汁うどん、武蔵野うどんの、はい、ってマジであれかもしれないですね、馴染みがない方はないかもしれませんね。あ、関西の方はマジで分かんないんじゃないですか。確かに汁がまずそもそもあんな感じじゃないですもんね、関西。これだから僕とか小石田さんが生まれた地域ってこのうどんなんですよね、はい、そうです、うどんといえばつけて食うみたいな、はい、ね、埼玉ってうどんね結構有名ですもんね。そうです、やっぱ平地だから小麦、はい、麦うどん作ってたでしょうね。そういうことですね、はい、はい、米より多分、はい、やっぱ馴染みがあるといえば山田うどんとかそういうことですね。そうそうそう、ね、言ってしまえばね、うどん屋さんありますからね、いっぱい。じゃあつけ麺の肉汁つけ麺のうどん版みたいな、はい、そうです、そうです、うん、いやちょっと甘いんですよね。そう、いやこれはちょっといいですね、地方で見てる方に武蔵野うどんのアピールになりますね。そう、埼玉名物ですか。しかも埼玉ってあんま名物と言えるもんかさ、はい、意外とないんですよね。まあ肉汁うどん、まあ言ってしまえばそうかもしれませんけど。そうなんですよ、だから十万石まんじゅうとか。そうそう、いや埼玉の人しか知らんのよ、十万石まんじゅう。埼玉の人はめっちゃ知ってますけど。じゃあちょっとうどんを茹でるお湯を持ってきます。はい、3人前なんでね。学びましたね、でかいのあったんですね。なめんなよ、実家だぞ。じゃあなんで今まで出てこなかったんですか。やっぱ一人暮らし感覚で生きてたって大きいの怖いっていう。失敗したくないんだね。あら、私
失敗したくないんで。普通の人だよ、全員そうだよ。こう沸騰してたっぷりのお湯3リットル以上ってもう書いてあるんですよ。あ、そうですか、はい、3リットル、はい、3リットル以上です、ね、3リットル。麺をパラパラ入れて箸で軽くほぐし、はい、炊きこぼれない程度の火加減で10分から12分ですよ、茹でるの。あ、結構ありますね。麺は乾麺なんですかね。乾麺です。はいはいはい、はい、こんな感じで入ってますね。あ、これが3人分肉汁うどん。少々お待ちを。まあね、これの出来上がり次第では沖縄の里さんに死ぬほど怒られるかもしれませんけど。いやいや、まず、まあ、僕の作り方がね、間違ってる可能性がある。よくあれを失敗できますねちょっと失敗したくないんで、はい、水測るやつ持ってきます。私失敗したくないんで。普通だよ。あ、いいじゃない、湯気が出てて。うどん屋さんだよこれ。10分から12分かかりますからね、ちょっと、はい、固めが好きとかありますか。ああ、でも固めの方がいいよね、多分。固めにしといて、まあそうだよね、リカバーが効くように。そうそう、常にリカバーが効く状況でやっていった方がいいよね。はい、いつもやっぱ潰しの効かないことしちゃうんだよね。すごい、なんか見て、おお、すごい、いっぱい入ってる。じゃあ入れていきましょうか。10分から12分パラパラと入れ、はい、ダメですよパラパラ踊っちゃパクパクパクチー。あ、パクパクパクチーパラパラバージョン。パーパーパクチーパーパーパクチー。絶対良くないよ、めいっ子にそんなことやってほしくない。パーパーパクチーパ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 ー。ナイトオブパクチーナイトオブパクチー最低。じゃあ入れてきます、パクチー。パクチー入れるんですか。あ、間違えた。うどんはね、うどんにパクチー入れても、あ、パラパラって。パラパラって何？パラパラ。口で言ったらパラパラなんですか？わかんない。え、ちょっとパラパラ入れてみてください。パラパラ。パラ。本当にね、失敗したくないんで、いただき物のうどんをね。そうですね。うどんってでもこんなの白いお湯の中でこう泳いでますよね。あ、泳いでるってすごい詩的な表現されますね。ありがとうございます。いいですね、趣がある。いや、10分から12分ね、待ちますけど。じゃあその間に、400、はい、ちょっとナイトオブパクチー完成させますか。ナイトオブパクチーやだよ、つゆだけセットしときます。あ、つゆ作っちゃいます。まあこれつゆに一つがね、はい、1袋に対して水130から150なんですよ。はいはいはい。まあまたこのね、はっきり言ってくれないのがずるいっすよね。どっちを取るべきか。濃い味とね、また薄味を。あ、それぞれ好みね。130にしましょうか。濃い味がいいよね。そうですね。で、薄めないんだ。濃すぎたら薄めるから。取り返しが効くようにしたいから。はいはいはい、じゃこれ3つ入れて、はい、390ml 水入れます。はい。これはもう成長したよ。茹でてる間何もしない男じゃないよ。やるよ。なんでつぶやきしろさんみたいな。俺はね、やるんだよ。あるよね。うどんといえばね。あの、腹立つ時ってあるよね。あれ、あれ、スープの袋切ろうと思ったら全然切れない、ね。どちらでも切れます。切れない時あれ入れるすね。なんでだよ。なんでボキャテン世代のネタを2024年にやんだよ。Z 世代。で、390いきましょう。水を入れてくると。390、あれ、今日効率いいですね。任してください、ヒートは成長する。400、まあ、あとそういうこと言ってるよ。390ちょうど。あら、こんな感じですもんね、肉汁うどんの汁。あ、なるほど、ちょっと油の塊があって、はいはいはい、温めたらね。もうだから肉汁ってもうこれで、こ、別に具材なくてもこれがもう肉汁ってことですよね。うん、だからこれがあれですよね、我々のうどんですよね。そう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 、埼玉関東のね、はい、人のうどんはこれです。武蔵野うどん、
まあ地域によってですけどね、うん、今日うどんよって言われたらこれが出てきますもんね。うどんそうつけて食ってたもん絶対。うどんで汁になった状態とか丼に入ってうどんだよっていうのはあんま見たことないですよね。だから割と普通は多分もう丼に入ってるやつだと思うんですよ ね、イメージね、うん、もうすぐ10分経ち見てくださいなんかうどんがほら見えてきた。本当だ美味しそうすごい白くてもちもちしてそうもちもちしてそう見た感じバカ感想ですね。すげえ大量にうどん、あと10分きっかりでいきたいと思います、はい、ちょっと硬さ見てみたらどうですか。かしこそれをしたいからね、はい、じゃあちょっといきます、はい、それがだから怠惰なんですよ。怠惰ふんぬそんな言われたらふんぬ俺は東大へ行くふんぬ覚えてふんじゃあいただきます。もうめちゃくちゃだよ。うんどうですか。もうちょっとやってもいいけど、なるほど、固めていいか。もうちょっと食べてます。もうちょっとお腹いっぱいになっちゃいそういきます。鼻からいきます。いや、ほっしゃんじゃないんだぜ。でもちょっとほっしゃんさんっぽかったというのいや、いいかな。オッケー。うん。お湯を。はい。これにいけんか。ちょっと。あっちで行きます。え？あっちに湯行きます。え？こぼすってことですか？え？こぼすんですか？こぼします。箸でちょっとずつすくうとかじゃなくてですか？箸でちょっとずつすくうんかい。そのパターンね。うん。でも取れないと思う。パスタみたいなやつが欲しいよ俺。ああ、あの木の。いけないでしょ。スッってやった方がいいかな。じゃあ行ってます。いいよ。ない。まああるはありますよ。もっとでかいザルならね。そうなんだよね怖いんだよねこのザルが、はい、ひっくり返らないようにゆっくりいきます。そんなことしてる間にどんどん茹でちゃうよ、はい、ひっくり返した場合も必ず YouTube に載せていただいてちょっとずつ切ってこう、はい、ほらいいじゃん。あいいかも。わ、オッケーオッケーオッケー。お、いい。いいよ。すげえ。成功した。いいか。これ早くで。はい。水で。あ、水で締めて。はい。熱い。熱い。あ、いいですね。熱い。おい。はい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 。いいよいいよ。いい。あ、すごい。これが当たっちゃってる。いいんだな。熱かった。うん、お湯に手突っ込んでるのと一緒だったよね。そう変わらないですよ。そんな逃げ道もないし。ああ気をつけてか慌てないでください。やっぱちゃんと冷やした方がいいですか。どうや。すごいですね。できましたね。できるよ。じゃあこれ。はい。煮立たせます。お、いいですね。順調よ。ネギ入れます。あ、もう入れちゃうんですね。もう入れちゃいます。ネギを最初にちょっとしんなりさせてからも。そうですね、今日はちょっとクタクタになるまでいきましょうか。ネギたっぷり。あら、やっぱ小石田農園の肉汁なんてね。ネギたっぷり。あ、すごいですねこれ。いや、うどんさっき味見したじゃないですか。はい。あの時点でうまかったっすね。じゃあもう相当期待できますね。うどん自体が冷やせば冷やすほどいいのかな。あの身が締まりますよね。冷蔵庫入れとこうか。
あ、まあまあそれでもいいと思いますけど、ちょっとね、キュッてなりそうだ。沸騰したら具材入れるって書いてたもん。まあいいか風が強い。あ、本当だ、風が語りかけますね。うまい、うますぎる十万石まんじゅう。いや、埼玉の人しかわかんないんだよ。あ、すいません。いい顔してる。いろんな光景でしょ、軒先でうどん作ってるって。でもね、近所の人はそれを受け入れてますからね。仕方ねえやつって。だから近所の方あれですよね、あなたがこの格好で撮影しながらうどん作ってたら、あ、今並木さんはお仕事中なんだと。並木さん、し、働いてらっしゃるわ、働いてらっしゃるわっつって。嫌だな、それも昼間からどんな仕事だよ。ダジャレ言って、うん、うどん湯がいて、うん、芸能人のお仕事ですね。ですねすごい、一気に来た、一気に来た。お、ちょっと肉も入れよう。あ、美味しそう、美味しそう。これですよ、これ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 。で、一回ね、一回また静かになりますか。またネギをね、煮込む時間ができます。いや、でもなんかカッポって感じしますね、なんかね。確かにこれ美味しそう。これだけでも いけそうですもんね。はいはいはい。急に日差しもすごい強くなってよく見えます。マジでこれだけでも多分美味しい。あ、いい匂いする。中火で煮込みますか。中火っていう概念があったんですか、この外のクッキングに。いや、まあ、中火にならないです。風次第ってとこあるんですけど、うん、オール弱火でしたからね。ちょっとネギをね、はい、クタクタにしたいんで。なるほどなるほど。ちょっと煮込みたいと思います。ちょっと見ててくださいね。お玉持ってきます。はい。いや、持ってきとけよ。何往復するんだこれ。いっかっつった。いっかっつった。美味しそうだよ、だって。よしとしましょうか。はい、じゃあちょっとうどん持ってきますね。あ、すごい、大家族の量。味見してみる。はい。つゆの味。はい。それはつゆ以外の味分かる。そうですね。あ、でもネギと肉もいった方がいいんじゃないですか。肉は絶対いいでしょ、一回下茹でしてるし。まあ肉とじゃネギはいいですか。ネギ、ネギはいきます。ネギいってみます。あ、でもネギいかなくてもいいか。なんでだよ。ネギね、買ってみる。はい、買って買ってんだ。ネギの部位によって、はい、やっぱ根元硬かったな、あのネギ。あ、上の方のネギ食ってみますね。はい、あ、これこれ、美味しい。上ネギは結構美味しいですね、うん、下ネギは食わない方がいいです。こんにちは。あ、ワールディジャー行った。トレンディ、トレンディ、うどん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 、あった？この前？あ、日曜日？あ、行った。あのうどんね、もらって作ってんの。うどんあったでしょ。あのうどんもらったやつを作ってた。食べた？美味しかった？あ、子供にもに、小学5年生。よかった、美味しかった。あ、よかった。よかった。この家でも作ってる。ありがとうございます。じゃあ、美味しかったってお墨付きをもらいましたね。ありがとうございます。子供にも人気の。はい、じゃあ、早速いただきましょうか。もうこれもうね、墓場からゆりかごまで食べられますからね。そうですね。やっぱ埼玉のソウルフードみたいなね、はいはい、本当に。皆さんが好んで食べる。マジでこのうどん一番うまいもんな。あ、いいよ。じゃあ早速いただきたいと思います。
大量にあります。ちょっと固まっちゃって。まあそうですね。いただきます。こうやってつけてね。いただきます。あーうまい。あ、ボーノ。あうまい。間違いない。肉汁うどん、ボーノです。まあ正直このうどん絶対うまいですもんね。そう、絶対失敗しないんで、うん、沖縄の里さん、肉汁うどん食べときゃ間違いないっす。間違いない、本当に埼玉は、うん、関東で外れないっす。外れない、うめえよ。埼玉に生まれてよかったーって恥ずかしかったんで、バイ世界陸上、世界陸上。あ、出ました、ボーノ出ました。ボーノポーズあったんですね。ボーノポーズ、思わず出ました。ボーノポーズ、沖縄の里さんありがとうございます、はい、プレゼントめっちゃ美味しいです。何ですか今の。うまく料理ができた時の喜びの舞ですね。喜びの舞ですね。ダサいですね。パクチー、パラパラ、あ、パラパラパクチー、パクチー関係ないけどね今回。というわけで、はい、無事大成功です。今後ね、冷や汁うどん、カレー味のやつとか、第2第3のね肉汁会やっていくと思いますんで。はい、ネギと小石田農園のネギと沖縄の里さんのうどんの勝手にコラボ会。今後もお楽しみください。次やるときはあれですね、だからナスとか、あ、そう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 、いろいろ野菜でアレンジで、グレン具材いっぱい入れてみましょう。具材、いろんな具材でアレンジして食べていきたいと思います。はい、本日肉汁うどん大成功でした。ドレンディ、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ドレンディ。